吉野駅は、福岡県大牟田市大和、倉久市にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JB25。駅の所在地は、倉久市だが、実際には、倉久市地区と吉野地区の境目に位置する。倉久市地区にはすでに西鉄天神大牟田線によって、倉久市駅が設置されていたため、吉野地区の住民の請願によって、吉野駅と命名された。 近鉄吉野線にも同じ駅名が存在するが JR 線にはなかったためそのまま吉野駅となった。吉野は天城山の麓の原野を開発してできた土地で、その土地が吉祥の地になりますようにと願って名付けられた地名である。吉野山や吉野神宮等との関係はない。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡している。 二番ホーム銀水寄りに、名工学園敷地内に直結する改札口が設けられており、朝のみ開放されている。大牟田観光協会が駅業務を行う、簡易宅駅。また、近距離切符の自動券売機が設置されている。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、チャージのみ取り扱いを行う。 2020年度の1日平均乗車人員は393人である。大牟田市の北部にあり、周辺は住宅地となっている。ありがとうございます。